主な多官方鉱属単化水素の例。左上、ベンズ、イーアセフェナントリレン、右上、ピレン、下、ジベンズ、A、H アントラセン多官方鉱属単化水素は、ヘテロ原子やア、地管を含まない、方向間が縮合した単化水素の総称である。縮合間式単化水素とも呼ばれる。多官方鉱属単化水素には100以上の化学物質がある。 ローランドスクール、アロイス・ツインケとエリック・クラーたちが多くの業績を残した。油や石炭、寒流液の沈殿物、化石燃料やバイオマス燃料の燃焼の複製生物、焼肉のように加熱処理した食物で見られる。他官方高続炭化水素のいくつかは発岩性、変異腹、再帰系物質であることが確認されている。また、生肝物質、水性、 隕石にも見られるため自然発生説の基礎となった分子の候補に上がっている。多寒方高続炭化水素は新油性であるため水より油に混ざりやすい。分子量が大きくなると水に溶けにくくなり不揮発性になってくる傾向にある。この性質のため環境中の多寒方高続炭化水素は主に土壌中の堆積物と油性物質で見られる。しかし、 不遊流子状物質であることも懸念されている。多官方高族炭化水素は、最も広範囲にわたる有機汚染物質の一つである。化石燃料のほか炭素を含む物質の不完全燃焼によっても、生成する。燃焼のタイプによって生成する。多官方高族炭化水素の相対的な量や、異生体が異なってくる。そのため、 他官方皇族炭化水素を調べることで、エンジンの燃焼なのか、森林火災なのかの判断材料に役立つ。他官方皇族炭化水素の毒性は、異生体や缶の数に依存する。他官方皇族炭化水素の一つ、ベンゾ A ピレンは初めて発岩性が見つかったことで、有名である。アメリカ合衆国環境保護庁は7種の他。 感方向続単化水素を発芽性物質に分類している。発芽性、ヘニーハラ、再帰系物質であることが知られているものには、ベンズ、A、アントラセン、クリセン、ベンゾ、B、フルオランテン、ベンゾ、J、フルオランテン、ベンゾ、K、フルオランテン、ベンゾ、A、ピレン、ベンゾ、G ペリレン、コロネン、ジベンズ、A、H、アントラセン、インデノ、1、 3.CD ピレン、オバレンがある。フェナントレンアントラセン定義上、他官方皇族炭化水素には、複数の方向感があり、ベンゼンを含まない。アメリカ合衆国環境保護庁や CD、CDC などの一部の情報源は、ナフタレンが最も単純な他、官方皇族炭化水素であるとする。他の著者は、三関係の化合物のフェナントレンと、アントラセンから、とする。 ほとんどの著者は、缶に、ヘテロ原子を含むか、置換器を持っている、化合物を除外している。他肝方向属炭化水素には4菌、肝、5菌、肝、6イン缶、そして7イン缶のものなどがあるが、最も有名なのは6イン缶のものである。6イン缶でのみ構成されるものは結合抗体た、肝方向属炭化水素と呼ばれる。そのうちのいくつかは、 ベンゼノイド多官方皇族炭化水素と呼ばれる。6個以下の縮合方向間からなる多官方皇族炭化水素は小さな多官方皇族炭化水素6個より多いものは大きい多官方皇族炭化水素としばしば呼ばれる。様々な小さな多官方皇族炭化水素が販売されているため多官方皇族炭化水素の研究の大半は6、間以下で行われた。 多官方向属炭化水素は、その間構造の違いによって、特徴的かつユニークな紫外線吸収体を持つ。これは、多官方向属炭化水素の同定に特に有用である。また、多くの多官方向属炭化水素は、蛍光性であり、特徴的な波長の光を放出する。ありがとうございます。